はい、おはようございます。トリシティの大将です。本日は2022年の12月の4日日曜日でございます。ワールドカップ世界戦日本大活躍ですね。なんとですね、ドイツとスペインに勝ちました。スペインですよ、考えられへん。いやーすごいねえ。で、首位通過ということでね、まあこの話をちょっとする前に、まずはもうご祝儀と思ってチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の映像はですね、昨日ねえコーナーに行ってまいりました。冬のね、靴とかいろいろ見に行ってまいりました。で、その時の映像をバックにごちゃらごちゃらと喋っていきたいと思っております。もまあ元ブログらしきものです。いつものことです。で、だいたい10分足らず喋りまして、もしかするとコーナーには届かないかもしれません。はい、それで続きの映像はまた、次回ということになります。でね、こちらね、今回はね、一番言いたいことはね、やっぱりね、ワールドカップでね、その毎日毎日と報道するのはいいんですけどもね、まあまりにもね、あのセリフね、負けられない戦いがあるってね、言いまくりよるんですね。はい、そんなものはね、おっちゃんにはしたらございません。お亡くなりになりました安倍首相もね、セカンドチャレンジでね、大成功を収めました。ですから一度ぐらいね、負けたってね、人生はね、やり直せます。それをね、負けられない戦いがあるなんてね、テレビですよ、公共の一番の電波でね、言いまくるなんてね、一体どんな国なんですか。負けたら人生終わりやみたいなことをね、喋りまくるなんかね、ちょっとね、私ね、考えられないですね。はい、そんなにね、悲壮感を出しなあかんのですか。たかがサッカーなのに。はい、あえて言います。たかがサッカーです。ボール遊びです。娯楽です。それをね、特に日本はね、ヨーロッパとかあそこら辺の人やったらね、もうね、命がけみたいなことは本当はあるかもしれませんけど、日本にはそんなものはございません。楽しく楽しくね、サッカーを見てればいいんです。娯楽でございます。もう苦しいことはね、心配しなくてもね、政府がどん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 国民を追い詰めてくれますからね。もうどん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 電気代上がって、ガス代上がってね、もういろんなもんが上がってね、大変でございます。はい、今の日本はね。でね、全く上がらんでしょ、賃金がね。賃金なんかね、今このね、円安時代ですよ、どん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 溜め込んだドル売ってね、財政にしてね、最低賃金2000円ぐらいにねしたらいいんですよ。いや、それでもね、絶対やっていきます。はい、大企業儲けすぎ。はっきり言いましてね、たった一握りの老人たちがね、儲けすぎている国、それがね、日本でございます。はい、もっともっとね、庶民に分け与えてもらいたいと思っております。日本の国のね、偉い人たちはね、すっごい勘違いしてるんですね。棺桶の中にね、お札入れてたらね、持っていけると思っとるんですよ。そんなことはね、ございません。燃やした終わり。はい。ですから、もうせめてね、名誉、残すんでしょ？名を残すんでしょ？一番手っ取り払いのは、金ばらまいてください。はい。で、今の皆さんにね、いい気分にさせてください。ちょっとね、バブル時代をね、思い出してください。楽しかった日々を。はい。まあ、あそこまで行けば異常ですけどもね、もう反対異常です、今、日本の国はね。それをね、テレビでね、負けられない戦いがある、ないっちゅうね。負けられますっちゅうね。
で特にですね、今回なんとか決勝戦ね、行きましたんで、次はもうトーナメント方式、もう一回負けたら終わりです。はい、ですからね、もう気楽に行きましょう。それでね、もうこの時点でですよ、この時点で選手たちはね、もう大手を振って英雄としてね、帰ってこれますんでね、誰もね咎めませんからね、今のところ万々歳の形でね帰ってこれますんでね、皆さん勘違いしないようにね、はい、負けられない戦いはあるんです。いやちゃうわ負けられない戦いはないんです。はい、一度や二度の挫折は人生に乗り越えることができます。長良橋ですね、ここのね橋好きなんですけどね、今回昨日行きましたね、ほら工事が始まっておりましたね。これね、足場からの組み横から見ますとね、お色の足工事ですね。だからペンキ塗り替えみたいなことをしてるんですね。これはまたね綺麗になりますよ。この橋はね、このようにね、とっても外観が綺麗でね、私ねものすごい気に入っているんですよ。はい、それがね一層ね、この暮れに外観工事をいたしまして綺麗になると思います。心爽やかなお正月を迎えるためにはいいんではないでしょうか。私ねバイクに乗りやしますからね、四輪とは違うね新しい、ね、価値観が生まれまして、それはね道路ですね。道路がねやはり二輪になりますとね、ボコボコしてますとかね、ツルンツルンしてますね、怖い怖い。もう四輪とはもう全然別物でございますね。日本はねちょっとね、その修繕が遅れ気味になりますんでね、なんとかね大阪市内でもね、ますまだね怖い道路はいっぱいございますんでね、なんとか早め早めに手を打ってもらいたいなと思っております。クツルンと行きゃね終わりですからね特にね御堂筋綺麗ですけどもね、イチョウでございます。イチョウ並木はよく滑る小雨でもあったらポンポン滑るってご存知ですか。でそれからマンホールも怖いんですよ。マンホールどうしてるの、道のど真ん中にね3つも4つもね固めて作りますかね。あれもね鉄板ですからね、ツルンツルン滑るんですよ。で昔はね白線の引き手ってかもうよく滑りましたね。で最近なんか白線の方はねマシになってまいりました。でもねマンホールとかねそういったものはね大変ねよく滑る原因となっております。二輪の場合はですね、滑るというのはもう命がけでございます。はい、受験戦争と一緒、滑るのが一番怖いとみたいな形になっておりますのでね、なんとかそこら辺のとこをね早め早めに手を打っていただいて、より良い、元ブログをね作れるようにしてもらいたいなと思っております。はい、淀川の橋走ってまいりました。そばの道とっても綺麗です。橋渡りますとこのようにねあんまり高いビルがございませんので走りやすいなと思っている今日この頃でございます。では続きはまた。